今日の授業は社会常識みたいな、社会規範、どのように人とコミュニケーション、ビジネスマナーみたいなところも入るんですけど、一応あるシチュエーションを用意したんしたっていうか、いいかな。お。まあ、シチュエーションは、大事なものを壊しちゃったときにどのように上司にレベルがどのようにこう言い訳をするか、例えばそれは言葉でもいいし、例えばそれはあの身振りでもいいし、もっと言えばダンスでもいいし、音楽かけてもいいし、絵を描いてもいいし、何やってもいいんですけど、何か一つこう言い訳というか返しというか、うん、みんな今日考えて、はい、最後一個やって、うん、終わり最初のビギンですね。そうだね、組織の中での立ち振る舞い方の新しいやり方を考えようっていう、うん、あ、分かった。上司と同じ言葉を繰り返すどうしましょうとか、どうしましょう、どうしましょう質問返しなんだろうね、どうやったらいい関係を保てるかな、まあ、座って考えてもいけないんだと思う。ちょっといろいろ回りながらやりますから、ね、うん、そうですね、なんかこういうの使えるかもしれない。え、社長室で写真飾るぐらいの勢いですもうちょっとテンション上げていこうよ。なんかね、こうなってきてるもん、なんか。なんか下がってこうなってると何も出てこない、絶対。とりあえず壊しますか。これを大事なものと考えてるような。これ？はい。じゃあどうぞ。じゃあどういうこと？どういうこと？どういうこと？もう一回、これを大事なものと捉えてるというか。僕らが捉えてることに捉われてるから、一度、うん。壊してみようか。ああ、素晴らしい。外でやりますか。どっちがいいですか。壊していいよ。外の方が壊しやすいよね。外にしますか。地べたで。そうしよう。はい。はい。移動します。危ない、離すよ。離すよ。じゃあ、やります。ちょっと待って、もう一回確認するけど、はい、僕らが囚われてるイメージのから壊すの。そういうことです。その囚われてるイメージとは何ですか。固定観念を壊すってこと。そう、わかりました。はい、じゃあ一気にいきます。お願いです。お願いです。最高は自分で壊さないと。自分でやった方がいいと思う。見学してても面白くはなる。どうですか。もう飯坂君的にはもう固定観念は壊れた感じ。まだ壊れてない。助けてくれ。助けてくれ。
どうですか、まだですか。いや、固定観念とりあえずいいですか、準備いいですか。自分で壊したんだからね、これ払拭するために壊したんだからね。じゃ行きましょう。いいですか、行きます。おい、飯塚、お前これなんだよ、おい。え、申し訳ありませんでした。いや、もう思い浮かばないんですよ。謝るぐらいしか。言い訳は言い訳なし。言い訳しなくて。言い訳出ないです。出ない。自分でやったら。なかなかこういうビジネスライクな状況で新しいやり方をするってことは難しかった。結果的に、まあ、やってみては分かった。まあよく言えばね、新しいやり方がね見つかれば越したことはないんですけど、まあ僕は精一杯やってくれたと思います。いや本当に僕も次なんかそういう立場があった場面に出くわしたら、とりあえず徹底的に壊してから謝る。固定概念です。そうですね、その僕らが怒られてて僕らが悪いっていうこと自体がもうすでに固定観念ですからね。そうなんですね。それまず一回壊した後にとりあえず謝る。一回やりきるってことも、そうですね、大切ってことです。あ、そういうことですね。そっか、そっか。